転婚ということになってるけどさ。なって高志自身の恨みとか憎しみとかはなかったです。なんだか空っぽの器のような。当ててみましょうか。重森さんは今何考えてるか。あんたの言うことがコロコロ変わるもんだから。どうして殺したんですか。ギャンブルするお金が欲しくて。どうだったかな。本当は殺してません。本当はどっちなんだろうな。怨恨と保険金と。だったらより役に立つ方を選ぶ。まあ、こんなことしたやつなんだぞ重森。見てみろよ。ほらな、これがまともな人間のやることか。彼らの意思とは関係のないところで。だって目撃者誰もいないんだぞ。なあ、ここでは誰も本当のこと話せない。あんなやつ理解しようとするだけ無駄だぞ。最初から捕まるつもりだったんじゃない。ダメですよ重森さん。僕みたいな人殺しにそんなこと期待しても。今度こそ本当のこと教えてくれよ。